神奈川県鎌倉市大木ヶ谷津から源氏山公園を結ぶ霧通市道。仮気配坂とも表記する。主に武蔵国の国府から上野国へ向かう道の出口と考えられているが、鎌倉時代初期には武蔵国の東の方へ向かう鎌倉街道中道、下道もまたここを通った可能性もある。名の由来として以下のような説が伝えられている。化粧。 化粧と読むとそれは、現在の意味の通りに、お白いで、お化粧の意味であるが、古くは、けわいとも読み、その場合は、身出し波を整えるという意味に使われる。その意味からは、都市イコール、晴れの場に入る境で、身出し波を整えるという意味で、けわい坂、つまりは、鎌倉中への境界である坂との意味と考えるのが、自然であるという説がある。鎌倉以外にも、 化粧坂という地名は各地に見られ、多くは中世の国府や守護所などの金曜に見られる。その伝承の中にも、教会で身だしなみを整えると解釈できるものがある。化粧坂への道化粧坂を上から資料上では、鎌倉時代の東鏡県庁3年12月3日の上で、鎌倉中小町屋のこと定めをかるるところの中に、木は日坂三条と出てくるのが初見である。 ただし、あずまには、複数の写本があり、北上本には、上和日坂とある。このことから吉田東吾の、大日本地名辞書では、上和を、天輪と読み、天輪の,の魚町との説も出しているが、あまり賛同は得られていない。その他は、現行三年の北上死滅亡の時であり、太平記には、気配坂とある。梅松論には、化粧坂の名は出ないが、化粧坂三条の、 北側の桂原が戦場として登場し、日田義貞はここを突破できず、稲村が先から鎌倉中に攻め入った。以上から、桂原が丘のすぐそばの化粧坂が当て地で木ワヒ坂となることによって、アズ鏡、県庁3年12月3日の城にある木ワヒ坂が現在の化粧坂となる。鎌倉の世界遺産登録に向けて行われた2000年度、 2001年度の調査では、名古屋坂とともに、化粧坂で、ダビの跡が発見された。化粧坂の鎌倉側の道筋について、鎌倉市では、化粧坂山頂から、亀ヶ谷辻を通り、樹福寺前を曲がって、現在の鶴岡八幡宮一の鳥居、太鼓橋の前へ至る道を、鎌倉中の武蔵王子としている。それらを総合すると、鎌倉の中心から、 武蔵国の中心へ向かう、道の鎌倉の内と外の境界が、化粧坂であり、県庁3年以前から坂上には、武蔵国方面の物流の拠点として、今でいう市場商店街が開かれ、賑わっていたということになる。また鎌倉滅亡の2年前、現行元年の現行の乱で捉えられた、日の都市が、この坂上で首を切られた。 明治時代になって日の都市記を祀るくず原岡神社が建てられ、現在は日の都市記の墓も建てられている。現在は鎌倉の内側への下り坂が1969年11月29日に国の史跡に指定されているが、道の痕跡はいくつもあり、鎌倉時代にどのルートであったのかは必ずしも明らかではない。また、その外側の道も不明であり、 1882年の帝国陸軍のフランス式1、2万地図には、梶原方面への道が一番太いが、その他に、スノサ方面へのオねそいの道、また北鎌倉方面への数本の道、また北条時は帝方面への尾根道も記載されており、尾根道の交差点であるかのような姿となっている。ありがとうございます。